ちょっとですね、まあ事情解説も交えながらいきたいと思うんですが、こちらですね、さあいきますよ、見てます。さあこちらエリクサーポンプはですね、エリクサーを5消費して設置できる施設となっております。さあこちら焼きのインフェルノタワーが破壊されたところで、こちらエリクサーポンプを右下に置きましたね。このエリクサーポンプどのようなものかと言いますとですね、もう皆さんご存知の通りエリクサーを生産します。この生産するということはですね、こちらのエリクサーポンプがフィールド上にいるときにですね、味方のエリクサーが回復がピューンとね、プロンと別に回復量が早くなるのではなくて、これいきなりね、こうプルンって出てくるんですよ。そのプルンって出てきたら自分するっていうのもあるんですけども、私一つ疑問点がありまして、エリクサーを回復させるために5エリクサー5個、まあ5個で、5個っていうのかな、5滴、ちょっと表現の仕方わからないですけれども、加えまして、このジャイアントはですね、まあ何ですか、様子見、その手札のその4枚のうちにちょっと何ですか、初手で出したいものがなかったので倒すために、リーズを、今のフリーズびっくりした方で、そうですね、やっぱさすがだなと思ったそうです。はい、なんですか、ゴブリンの声が、そしてこちらしっかりですね、まあホブを出していくという状況でございますので、ね、こちらはい、こちら残り1本を切って今50秒ですが、ここでですねジャイアントを出して、ロイジャイ強いから、とりあえずロイジャイ使いたい。でもウィズ、ちょっと待ってね、おっと来た、来ましたね。相手も非常に、相手もちょっとフリーズをここでかます。ちょっと待ってね、これフリーズいいのかな、このフリーズは果たして。でロイジャイをちょっとカウンターしていきたい。いやー早い、早く行っちゃう、ゴブリンさんたちが早く行っちゃうんですわこれで。ちょっと待って、これもね、でもロイジャイ出す、遅い。オッケー、ウィザードある。で、ウィズ出すでしょ。これが強い。これが単純に強い。はい。これが単純に強いんですよ。よし。相手もザップちゃう。ロイヤルジャイアント出す。で、相手に細かい、ちょっと待って、ガゴとか来ないね。ガゴとか来ない限り。オッケー、ここで左取れたね。よし。先打ち。打つ。これは打つ。これは若干の打つ。ロイジャイ、これがね、単純に強い、単純でかつ強いみたいな。よし、これ取れるでしょ、あと一発でしょ。 OK、 そこでもう残りは、ちょっと防衛していきたいと思います。しっかりと打つ。で、ここでロイジャイ、よし、いけ、ちょっとフリーズの準備 OK だよ。 OK、 ちょっと待って、ここでゴブターゲット取ったよ。よし、頭いいぞ。そして、ちょっとフリーズ準備。まあ、この雑魚勢はいいでしょう。この雑魚勢、マスケットを固める。で、おそらく相手必ずと言っていいほど、なんか持ってるんですよ。結構来たんですよ。ポイズンの呪文とか、この穴掘りとかで相当処理されてしまうのが、痛いのかなっていうのがね、その、ジャイポイズン、エリクサーポンプのあるあるなんですけれども、まあ、今回、ジャイポイズンの強いところとしては、やっぱジャイとかをこう、ガーゴイルとかヤリゴブとかで処理されるからっていうのが多いと思うんですけどね、6回攻撃をさせることができると。はい、でこれを私めちゃめちゃ使います。闇の戦士、盾の戦士、これ上海のトッププレイヤーもめちゃくちゃ使ってたんですよ。いや、これが決まると本当に強いんですよね。やっぱ今、その大砲とかインフェルノタワーを入れないデッキっていうのがすごい流行っていて、そのミニペッカとかで処理してからカウンターでタワーを落としに行くっていう、そういうね、デッキがすごい流行ってますけども、なので、なんていうんですかね、ジャイがそこまで反れることがないんですよね。大砲とかで反らされることっていうのが少ないので、このように入れております。で、アイスビズもね、入れた方が強いんですけども、アイスビズはまあウルトラしちゃうとね、またその動画ね、その皆さんね、真似できないかなと、真似できる方がちょっと少なくなっちゃうのかなと思いましたので、今回は、なんですかね、ジャイポイズンなんですが、やっぱり悩みましたね。だってこれ僕がこうグランドチャレンジをこうやっていく中で会っちゃったので、はい、これなんですね。ここですね、これなんですよ。何が起きてるの？これ何が起きてるんですかね？本当に強いのね、これ。強いのね。いったね。わかりました。
待って、でも これめっちゃなんかもう奇襲かける系でいいんじゃないかな。待って、わあ、入ってる入ってる入ってる、ダメージ入った。ええマジでいってる、マジでいってる、やべ、これミスだな、これ圧倒的ミスだ。割かし良くない？割かしいい説ありますよ。いい防衛できてるじゃんって、ホグちょっとホグ、ちょっとあの威嚇ホグ、威嚇、これ威嚇ね、威嚇一発、うわっ、なるほどね、いいセーフだ。うわ相手マジか、こういう系か、こういうこれ謎これ今のローリングウッド謎、割とまあいいんじゃない、やっぱ謎をさ、謎っていいよね。だってさ、謎の部分ないと相手を好きになることできないでしょ。ちょっと待って、落ちた。これ相手ラバ出したらエリババの法則ないですか、若干。きたー、通ったよ、マジか。待って、これほんと破壊的に強い説あるぞ。ちょっとこれまずい、まずこれでは、相手がジャイスケラですね。私が紹介させていただいたあのジャイスケラ、で、こっちがファルチェを組み込んで、まあベッカファルチェでございます。で、ファルチェレベル3でございます。なのでそんな超強い、わー、取れねえだ、あははははすごいなこれ。で、このね、超軍団部隊に、まあ超軍団部隊はこのように相手をファルチェでご処理されちまいますので、私が昨日紹介したファルチェね、ファルチェスケラかというデッキなんですね。で、こうもう直線上で出しちゃってますね。で、アイスピも今うまいなこれ、やっぱね、おお、うまい、エンリュースうまいですね。そして、はい、こちら見ていきましょう。ムペッカ来るでしょ、絶対来るでしょ。さあ来たよ、こっちで残り1分40秒のタイミングでペッカ投入。でここからちょっと相手ね、やばいこれ、あ、やばいこれ、的確にこれ墓石ね、こうキヨキヨね、墓石をふと、とりあえずね、で、キャラがね、どっか行っちゃいますからね、っていうかタワーに向かっちゃいますからね。でこれね、やっぱりマルタコタツはチマチマ出してくのが強いんですよ。ちょっとチマチマへ、チマチマ吹き矢ゴブリンいきますよ。これ嫌でしょ、はい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 、まあ、こういうのゴブリンギャングで処理して、うわこれ嫌だな、これえゴブリンギャングめちゃ強いぞこれ。そしていきますよ、ポン、これ嫌でしょこれ、はい、どっち守ればいいのか分かんないよこれ、はい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 、え、本当に、いや、ただ相手ちょっとないとかまずいな、ちょっとプリンセス、はい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 、まあこれはちゃんと防衛すれば勝てますね、いいぞいいぞいいぞ、ポン、あー、疲れた、これまずい、これまずい、ちょっとこれはまずい、ちょっと怒っとこう、よし、いきます、こっからっす、こっからっす、ガチこっからっす、おっと、ただね、マルタコカツ私もバカじゃないですからね、ちゃんとインフラ持ってきてますからね。これ甘くない？え、めっちゃ刺せる、インフェ置きつつ、はい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 、ホメー、いいぞいいぞいいぞ、ちょっとこれまずいから、これちょっとまずいな、スケルトン出しとこう、いやこのマルタコカツまずいでしょ、いくぞいくぞ、ここに絡めたいが、しかしこれはちょっと放置しよう、なるほど、あえてゴブリン系男子ね、ゴブリン系男子、ちょっと吹きゴブで処理しつつ、これをアイスゴルで繋ぐたい、そしてこれ嫌がらせですよ、これボーン、これ超嫌でしょ、はい、これ来た、うわ来た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 、うわー、うまいうまい、単純にうまい、単純にうまいですね、この人来た、出た、じゃあちょっとこれ使っとく、じゃあ一回使っとく、ゴブリンギャング、いやこれはね半端ないぞ、うーわって感じらしいです。でもさ、これは今スパーキー別になんかすごいキュイ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 いろんな方向向いてるけど連射はしてないですよね。はい、してません、まだです。あれ、ちょ待って、今さ動画見てる方さ、あれ、おキヨキヨ嘘ついたのって思ったでしょ、今これタイトル詐欺したのって思ったでしょ、違います、これからです、これから。さあ行きますよ、さあもうすぐですね、こちら、はい、スパーキー来ました。このスパーキーじゃないかな、このスパーキーではなくて4321、さあ、あ、これかさあ来ました、みんなもうまばた禁止、ほらこれやばくないこれ、これうーわこれでございますよ。でもう何もうねえ、もうミスティさんはねもうびっくりしますよね、こんなバン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 ってきたら。で
もうまあ普通にエリババとかで囲まれた場合はこうやって出すじゃん、出すじゃん、もう来ると。でコウモリがこうやって出現するのよ、コウモリって。でまあコウモリはそんな強くないですと。まあなんかスケルトン、普通のネクロみたいなスケルトンみたいな感じなんだけど、これ見て、これやられた時にコウモリがたくさん出てくるんですよ。これってなんかラバハウンドみたいな感じで出てくるんですよね。相手がね、やっぱりゴーレムとかだとちょっと止められないんで、まあ、一旦相手のデッキを暴きつつ、まあ、なんだ、まだ分かりません、まだ分かりませんよ。さあ相手もアイスイート、ここはもうロケット積極的に打っちゃいましょう。さあ出血大サービス。ただここで気をつけないといけないのが、相手クロスボウの可能性ありますね。あ、違うかな、あ、マルチ逆サイ、よし、集中で、多分ね、左ロイザイ来ると思うんだよね。でもこのロイザイは割ともう無視、うおー、ロイホグセパレート無視でいいかなと思いますね。よし、じゃあ集中していこうぜ。だからここで相手飛び道具系持ってんのかな。いやでもね、さすがに飛び道具系持ってると思うんですよね。よろしく、飛び道具系あると思うんですよ。だってライトニングが来てるってことは、多分ライトニングとファイブをどっちにしますかみたいな話でしょ、多分。え、持ってない系マジで。え、ロイジャー来たし、ロイジャー来たし、ロイジャー来たし。これちょっとこれさ、待って、いくよ、待って、待って、クローンいつ使うよクローンいつ使うか問題ありますけど、集中集中して。さあ、見らない死刑隊強いよ。いや、さあ、ここでここでクローン出していく。さあさあ、なんか二重死、二重死。いいよいいよ、え、待って、あい、あ、ザップ、ザップ、ザップだったな、多分。集中、ここ集中、ここ一番集、一番集中して。待って、ワンちゃんさ、ワンちゃんもいらん、いや、入って、多分左落とせた感って来たけど、これちゃんと僕が守れば勝つよ、勝つよ、勝つよ。いや、やばいやばい、これまずいぞ、これまずいぞ。残り、え、ドゥーンドゥーン、よっしゃ、よし、待て、ゲットしたゲットしたよ、皆様ゲットしちゃいましたこれさ、生でめっちゃ相性よくね。え、神なんだよ。逆サイ行ってますよ、皆さん。スケルトンに被害してる間に、マジ入った。そのパターンか、やった、マジで強い。え、これおかしい、おかしい、おかしい。あ、ファイブ使いましたねと。待って、俺このデッキめっちゃ楽しいんだっけ。使ってて、よろしく。シュールだな、普通に。この動画なんか僕ゲーム実況の概念を崩したいんだよね。なんかそのさ、ゲームってさ、普通さ、こうやって友達とやってるもんじゃん、結構。まあ、僕結構友達とやってることが多いんですけど、いけー、やばい、ちょっと待って。あ、でもこれ結構まずいな。まずならば、もう逆さ行っちゃって攻めさせたい、攻めさせる。なんか、あ、防衛戦記、防衛戦記、この防衛はマジでありがたい。うん、で、これ、ダクニはいい感じでこっちで処理してもらって。いや、来ますね、あなた。来ますね、ザウルス。来ますね、ザウルス。来ますね、ザウルス。いや、強い、ネクロ強い、ネクロめっちゃ強い。で、これも、ゴールブレイカレンジャー。俺、ゴールブレイカレンジャーしか落としてない。え、やばい、え、毎回、これ、6発全部入れてる。うわぁ、478円。行きました。もう、これね、違うの。キヨキヨがうまいって言ってました。エリゴレスパーキン、バケモノ、まあ、スパーキン一応形作ろうかな。このディガー3コースアドになるじゃないですか。3コースアド取った時のマジ、エリゴレ、エリゴレがマジでやばい。ダクネがマジで強くて、エリゴレ、エリゴレ、ネクロ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 、1000コースね、1000コースね。まあ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 、いやでもこれ結構きついな。結構きついではある。いや、ここでめっちゃアド取られてんな。いや、でもこれ、はいはい、おしおしおし、マジでスパーキー使いがいい、や、一番やっちゃいけないこと。これね、多分打ち取られると思う。おし、オッケー、それおし。ミニペアルって、ミニペアルから、ミニペアルから、ちょっとここはもう、もうぶっぱします。ぶっぱ、ぶっぱゲーミング所属。なあ、消された。いや、多分もういけると思う。ちょっとね、これ邪魔なんで、
ぱ早めに早めに早めに早め早め、いやいらんなこれ、もったいないもったいない、これね右捨てます左捨てます左捨てます、もうこれで4丸取られちゃうんで絶対絶対絶対もう奇襲でやる GG なんで、奇襲 GG、 うん、言いたいだけ GG って、待て忘れてた、本当忘れてた、本当忘れてた、そう本当忘れてた、ガチよガチのやつガチのやつガチで忘れてたやつガチで、お、それ美味しくね、逆にそういうパターン、待ってそれ逆にまずいぞ、いやこれいける、このね、これスピード勝負か、スピード勝負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 、じゃあ